岡県内の女子大生ゴルファーを中心にワンポイントレッスンします。その名もドルカー。年末から年始にかけてコース、クラブハウス、レストランと様々な改善改革を行っている新生若宮ゴルフクラブ、今週は1番ホールからのレッスンです。レッスンを担当するのはゴルフテックスタジオチーフ吉田幸太郎プロです。さあ吉田プロ、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ早速ゴルフ場をお呼びしましょう。平井彩香さんです。どうぞ、はい、平井さんお願いします。よろしくお願いします。さあ2回目の登場ですよね、はい、前回ユーティリティであれからラウンドされました。しました。なんかベストが更新しました。すごい嬉しいですね。やっぱりいい幕開けですよ今年も。いや本当そうですね、はい、さあそんな中今回のお悩みは何でしょう。はい、ドライバーでボールが上に上がってしまって飛距離が伸びないので、うん、ほうほう。インパクトからフォロースルーにかけては頭の位置とクラブヘッドの位置はこう入れ替わるようにして、残す動きっていうのがやっぱり非常に重要になってきます。平井さんの場合は、まあ、ヘッドが上から入りすぎちゃって天ぷらとかね、はい、おそらくはまあちょっとこうちょろちょろなんていうちゃんと当たらないショットもあると思うんですけど、はい、フォロースルーフィニッシュにかけて自分のこの親指が空に向くように、そう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 、はい、それをイメージしてちょっとスイングしてみましょうか。はい、飛んだ、飛んだ、ほら、飛んだよこれ。いや、いいショット出ましたね。素晴らしい。どうしたご自身。もう快感でした。快感、はい、さあそれでは改めて総括をお願いします。はい、入射角を安定させるためには指を置いて反ってください。反ってください。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。